麻生藤聖也は、青森県西津軽郡深浦町出身で、伊勢ヶ浜部屋に所属した、元大相撲力士。本名は、杉野森清志ことぶき、愛称は清。身長180センチメートル、体重126キログラム、血液型は大型。趣味は、カラオケ、格闘技観戦。特異種は、右四つ、投げ。最高位は、 東前頭13枚目。実定は、元関脇網二式。2011年の大相撲やお丁を問題にて、引退勧告処分を受け、引退した。旅館の長男として生まれ、幼い頃から、弟、隆二と相撲を取っていた。味ヶ沢高校時代は、青森県大会に入賞するなど活躍する。父のいとこが、元横綱、朝日富士という縁もあり。 高校卒業と同時に安治川部屋に入門。1994年1月場所に初土俵を踏んだ。以降、三段目までは順調に番付を上げるが、小表のため幕下で苦労し、弟の網二式に番付を追い抜かれてしまった。しかし、以降は体重も徐々に増え、幕下上位でも勝ち越せるようになった。2003年9月場所に重量に昇進。 一場所で幕下に陥落したが、投げ技に磨きをかけ2005年1月場所に復帰すると重量に定着し、2005年3月場所と2006年5月場所は、最高位の重量3枚目まで番付を上げたが、2場所とも負け越している。3度目の最高位となった2006年7月場所は9勝6敗の、好成績を収めたが、西重量5枚目で10勝5敗の下取りなど、 好成績を挙げた力士が多数いたため新入幕は見送られた。しかし、翌9月場所には東重量筆頭の地位で先週楽に勝ち越しを決め、翌11月場所において新入幕を果たした。この麻生富士の幕内昇進により、11月場所は、露蜂、白露山、北桜、豊桜、麻生富士、網西木と史上初めて3組の兄弟が、 同時に幕内に在位するという場所となった。しかし11月場所では6勝9敗、続く2007年1月場所では4勝11敗と大きく負け越し、わずか2場所で10両に陥落し、以降は引退まで幕内への復帰は果たせなかった。なお、同年9月場所後の10月8日に兵庫県出身の女性との婚約を発表し、12月26日に挙式を行っている。 2007年5月場所では十両10枚目まで番付を落としたものの4場所ぶりに勝ち越した。その後数場所は十両界に位置していたものの2008年1月場所に西十両10枚目で5勝10敗と負け越したため幕下に陥落した。翌3月場所では東幕下3枚目で5勝2敗の好成績を残して同年。 5月場所で1場所での重量復帰を果たしたものの、その5月場所では6勝9敗と負け越して、再び幕下に陥落した。翌、7月場所では、西幕下2枚目で5勝2敗と大きく勝ち越して1、場所での重量への復帰を果たした。しかし東重量14枚目で迎えた9月場所では7勝8敗に、終わり、またも幕下へ陥落した。月場所では、 東幕下筆頭で6勝1敗と大きく勝ち越し、2009年1月場所で重量へ復帰した。2009年と2010年には一度も幕下へ陥落することなく、主に重量中位から下位に定着していた。幕内、重量の取り組みの中で、解放、星光当時部により、小柄な力士には極端に相性が悪く、苦戦している。逆にもうには相性が良く、 新入幕を決めた一番に勝ったのも猛うこであった。関取になってからは十両での9勝6敗が最高で2桁の10勝以上に勝ち星を伸ばしたことがない。小評であるがゆえにその苦労がうかがい知れる力士だった。4月1日、大相撲やお調問題に関する相撲協会臨時理事会の結果、引退勧告を受けた。訴訟を起こす考えもあったが、 師匠に迷惑をかけられないと4月4日に引退届を提出し受理された。断髪式は5月29日に両国国技館の土俵上で行われた。八王朝問題で引退した力士が断髪式で国技館の土俵を使用したのは彼が二人目。引退時の番付は2011年2月28日発表の順席による麻生富士の死込名は 勇壮な力士になれとの願いを込めて、味川親方が命名。聖夜の名は、味川の名前から。八尾町館423人に、原罰イコール理事3人も隕石辞任から、相撲協会時事、ドットコム2011年4月1日八尾町問題、4力士が引退届け、提出 TBS ニュース I2011 年4月4日、力士ジュリオマクノーチ。 ふ、2007年7月1日閲覧、ありがとうございます。